1, 仕込1テーマ倒産は突然に不内電気倒産外資系メーカー勤務時代に急な日本撤退で不内電気の倒産と似たような経験をしましたメンタルへのダメージはなかなかで同期の中には歳子持ちなどに転職に苦戦し自ら命を絶った人もだから言っておきます必ず事態は良くなりますから 今のご時世、人手不足の企業なんて山ほどあります。皆さんの経験が生きる場所も山ほどあります。インターネットや転職エージェント、転職サイトの普及で、転職活動は氷河期よりずっと楽な時代になりました。ぜひ、スマホにご自身の経験を書き出してください。あと、行き詰まったら焦らず一息、誰かと話してください。お疲れ様です。社畜ジャパンです。今日は、倒産は突然に、をテーマとした当事者の口コミを紹介します。口コミに、 私はリーマンショック後に船井からリストラされました倒産のニュースを聞いてガッツポーズしましたよいやーあの時のリストラはえげつなかったですねリストラ対象者を1か所に集めて連日退職勧奨監視員にずっと見張られて一日が終わる 部外へのメールや電話も禁止で、こいつ仕事してないと晒し者扱い、メンタルを病む者も,も出てくる。結局自分も含めて全員が退職、当然割増し退職金なんてなし、人を大事にしない会社の未来なんてこんなもの、むしろ倒産で人手不足の社会の役に立ったのでは口コミ3。最近の若い世代は倒産って知らないんだろうな。未払い給料も退職金も福利厚生の積み立ても全て会社からはもらえません。 未払い賃金建て替え制度を使ったとしても8割が上限。しかも一部社員がやけになって在庫商品を持ち出してバッタ売りをしたりもする。得体の知れない連中が備品を含めて社内のあらゆるものを持ち去ることもあった。さらに債権者が会社に押しかけてきて社員も身の危険を感じるほど怖い目に遭うという踏んだり蹴ったり。口コミ4。 倒産して事務所が閉鎖される前にデスクの私物を回収しておかないとダメージは加速。自分も私物の椅子と PC モニターを持っていかれたことがあって泣いた。あと役員の急な入れ替えは倒産の前兆。経営状態を把握しているからもらうもんもらってとんずら。こいつらみたいに泥船からはさっさと降りるに限る。船井は悠長に構えてると突然無職に陥る良い例だ。 まあ、倒産なら待機期間なしで失業保険はすぐに出る。金属3年以上なら4ヶ月はもらえる。金属10年以上で35歳以上なら半年以上だ。口コミ5。歴史的に見たら船内の解散は2回目。徳島船内船内電気、今年もリクナビで新卒求人が出ていたあの草。過去3年の離職率0%のホワイト企業。しかも平均金属年数20.5年とかいうなかなかないレベルの超有料企業でもっと草。もう草を越えて森だ。 会社から離職票をもらうと言っても2000人だろう。発行する部署一気にブラック化するな。まあ連結だから単体だと実際はそんなに人数はいないかもしれないけど。まあ大変だな。口コミ6昨年離職票が届くのに2ヶ月かかりましたが、離職票がないと何をしても失業保険は払われません。14日を過ぎたら仮手続きが行えますが、これはあくまで待機期間がそこからカウントされるというだけの話です。 そもそも離職票が出ないと直近6ヶ月の収入が分からず必要手当の金額が出せませんからね。また職案適用課職員から実際にこう言われました。企業は14日以内に離職票を発行する義務があります。ただ違反しても罰則はありません。ハローワークも企業に催促できますが強制力はなし、お願いすることしかできず結局のところ企業次第。口コミ7。 倒産した不内の人は10月25日のお給料がもらえない。11月の生活費がないので不安で睡眠不足になる。この年末に向けて転職先で働ける可能性は低い。このままクリスマスを経て年越しで1年を振り返り悔しい思いをする。 新年を迎えて今年はどんな年になるんだろうと不安な気持ちで一年が始まる。テレビやエアコン、暖房に水道、食費、あらゆる支質にブレーキをかける。育ち盛りの子供もいるかもしれない。月に5万でも10万でもいいから会社に頼らないで収入を得られる手段を持っておくべきだと、このニュースを見て思う。口コミ8。リーマンの時に倒産し再就職に1年かかりました。不内電気の社内にいた人間は会社の状況や異変を感じ取っていたはず。今後は不払いの賃金。 退職金など破産手続きの中、どこまでもらえるのか手続きを急がれた方が良い。残りの資産を銀行などに持っていかれる前に少しでもいいから何とか確保してもらいたい。辞めるにしても会社都合ならば失業保険は辞めた月から出るし、再就職にあたっても自己都合よりも好印象。人材不足の今なら良い条件も見つかると思う。口コミ、9。会社が倒産して解雇になった経験がありますが、何年経っても忘れられないです。 愛着だったり、期待感を持って働いている人もいれば、ちょっと危ないなぁと感じながらも転職に踏み出せない。いろんな人がいましたけれども、突然訪れる倒産はみんなにとって最悪なことなのは間違いありません。私のいた会社も売上600億円で大企業でしたが、それでも倒産リスクを雇われ側は意識しないといけない。静かな退職なんて言ってる場合じゃありません。有能な人はすぐに転職先を見つけることもできますが、自分を鍛えていない人はこういう局面で地獄を見ます。 口コミ、10。若い頃最初に就職した会社が入って4年ほどで倒産した。その時は定時で何事もなく終わりかけていた時に社長が従業員をみんな集めて突然通告された。30年以上も長くいた従業員も何人かいてみんな何も知らなかったようだ。ただ声を荒げることは全くなくみんな冷静に聞いていた思い出。翌日も朝早く会社に集まって今後のことも含めて話し合いになった。ただしばらくして債権者や取引先が何人かやってきて。 今からするとなかなか普通経験できないことだったなと思う。口コミ11。私も勤めていた会社が就職氷河期中に倒産しました。ちなみに倒産2週間前に逃げ切りましたけど、やばいというのは決算報告や社内の空気でもわかります。 X デーはいつなんだというのは感じていましたしね。転職するまではお客さんに迷惑がかかるし、就職なんだし転職なんて無理かなと悩んでいました。ただ先輩たちがお前は若いし仕事ができるから早く転職しとけよ。第二新卒なら見つかるだろ。お前が会社の泥をかぶる必要はないよ。こう背中を後押ししてくれたので踏ん切りがつきました。当時の先輩たちには本当に感謝しています。口コミ12 パーハラだの、カッサラだのと愚痴を漏らしていると、AI に職を追われ、リストラされ、会社ごと潰れてしまう。明日は我が身、つくづくそう思う。船内電気で働いていた奴は、未払い賃金立て替え払い制度や、ハロワの失業保険の手続きを急げ。それが今日のお前の仕事だ。ニュースで有名な話題だから、面接で同情でも何でも使って、さっさと仕事を見つけて、再就職手当をゲットだ。仮に給料が下がっても、半年後には、就業促進手当がもらえる場合もある。口コミ、13。 従業員の方はまだ救われる可能性もありますが、一番の問題は不内電機の取引業者でしょう。私の会社もかつて手形が不当たりとなり、かなりの金額が紙くずになった経験があります。三社目ですが、過去に勤めたどの会社よりも、給料もお休みもちゃんともらえるし、残業も繁忙期しかないホワイト企業。だから離れる気はありませんでしたけれども、倒産してしまえば元も子もないと、当時は戦立しました。連鎖倒産というのは、自分の会社が大丈夫でも、突然襲いかかってきますから。 怖いですね口コミ14もともと船井はリストラまがいのことをやっていた会社ですからね全盛期は売上高3000億円超えも今は850億円とリストラをやらないといけない事情は理解できますでも安い従業員をリストラして高い中東を採用一体何がやりたかったのかさっぱりわかりませんでした 2000人も雇っていて、新卒採用までしていて、16年卒のホームページはまだ健在ですよ。最終的に倒産するのは変わらなくても、その前にできることはいくらでもあったと思いますが、ちなみに不内総研と不内電気は無関係です。口コミ15 会社がある日突然倒産した経験者です。船内の従業員は怒ったりせず静かだったって言いますが、当日は実際そんなもんですよ。笑い話にしたりもします。だけど数日経ったぐらいから言いようのない恐ろしい不安に襲われ、うつっぽい症状になったりします。新しい会社を探したり、新しい生活を始めるなんてすぐにはできません。家族がいて、ローンを組んで家を買ったりしているぞ。ローンを払えなくなって家は差し押さえ、子供の習い事はやめさせて、私立から公立へ転校。 色々と人生設計が崩れて、シャレになりません。口コミ16。倒産解雇を経験、民事再生手続きでも従業員の全員解雇なんてことはあり得る。従業員を徐々に減らしていき、なんとか最後に残ったお金で従業員の給料や債務を完済して、静かに廃業していけるのであれば理想な形ではある。 ただ、経営を続ける意欲があって、債務を支払える状況なら倒産はしないし、現実はそんなに甘くない。まずは弁護士費用などの債務整理費用。その次に税金の未払い分などに支払いが優先。ただし、離職人数が多ければ、同業他社への転職も難しく、社員は苦しい立場になることは間違いない。口コミ17小さな学習塾の正社員です。この夏、突然の緊急全体会議があり、会社に多額の負債があることが知らされました。 その後すぐにたった十数人しかいない正社員のうち役員を含む5人が退職残り10人弱という極めて人手不足な状況では教室も回らず近々倒産ということになると思いますただ少なくとも船井電機のように即日全員解雇よりは若干マシかなと思いましたね解雇された船井電機の社員2000人は本当にお気の毒大企業でも潰れる時は潰れるんですね口コミ18 静かな退職。仕事は俺がやらなきゃ誰かがやる。出世はオワコン。配属が嫌だからすぐ辞める。好きにしろ。ただ会社が倒産した時に生き残れるように自分を鍛えておかないと、ただのバカだからな。少なくとも会社の財務首相ぐらい理解できないと、泥船に乗っていることにすら気づけない。政府は今、最低賃金1500円とか言い出しているけど、そんなことをしたら潰れる会社はめちゃくちゃ出る。コンビニオーナーだってそう。ラーメン屋もそう。賃上げできないなら潰れろって。ガチで無責任な発言。 口コミ、19。倒産の予兆として、観葉植物が枯れるってのもありますが、もっと初期的な段階もありますね。まずバックヤードの石鹸がなくなります。経費で購入することはダメだとお達し、その次は経費削減もあり、蛍光灯の本数が減る、掃除の外注業者撤退、作業中のエアコン使用制限。 そして、この数ヶ月後に希望退職募集が始まり、翌年吸収合併された思い出があります。これやべえな、と感じたら、情や責任感なんて金繰り捨てて、さっさととんズらするに限ります。自分の身は自分で守りましょう。口コミ、20。これで最後です。危機管理は自分の仕事、明日は我が身。会社員はこれを機に、会社を見抜く力と転職する底力を身につけて経験に変えていくしかない。 破産した船井電機の新卒採用サイトを見てみると、25卒まで応募を受け付けていたっぽいので内定取り消し、24卒に至っては入社1年目でリストラとは本当に残酷。まあ人手不足の世の中なので何とかなるでしょう。問題はミドル層であり、お父さんの会社倒産したよなんて笑い事にならない親父ギャグを言うしかない。何にせよ突然解雇された船井の従業員2000名の今後のご活躍をお祈りします。 以上が、倒産は突然にをテーマとした当事者の口コミでした。皆さん、どう思われましたかぜひ感想をコメントで教えてください。